ユナイテッド航空629便爆破事件とは、保険金目的で航空機が爆破された事件である。事件後犯人は、保険金を受け取ることなく逮捕され、死刑になった。629便の残骸が発見された、農場1955年11月1日、アメリカ大陸を横断する、ニューヨーク発シアトル行きのユナイテッド航空629便は、経由地である。 コロラド州デンバーからオレゴン州ポートランドに向けて離陸した。離陸しておよそ10分後の現地時間の午後7時ごろ高度5000フィートを離陸上昇中に突如空中爆発し、機体は広範囲に試算した。爆発の瞬間は空港の航空管制官が目撃していた。この爆発により乗員乗客44名全員が死亡した。爆発によって 機体後部が粉々になり、残された全部と両翼も落下までに飛散し、原型を止めていたのは、機体主要部から離れた場所に落下した尾翼付近のみであった。爆発箇所は、胴体後部の第四貨物室で、燃料タンクの位置からは外れており、また、機体の残骸からは、航空燃料以外の成分が爆発した痕跡や、乾電池の破片などが発見された。 そのため恋による爆破の疑いが濃厚になった。事故機の残骸乗客の身辺を捜査した結果、FBI は母親が登場していたデンバー在住の23歳のドライブイン経営者、ジョン・ギルバート・グレアムを逮捕した。母親に大きな紙袋を手渡すところを目撃されていたためである。また、母親との関係がうまくいっていないという複数の証言も得られた。 当初は母親にプレゼントした手芸用品だと主張したが、デンバー市内で事故前に販売した事実がないことを突きつけると一転して自白した。その自白によれば、母親のデイジー・キング夫人の荷物にダイナマイト25本と起爆装置を仕込んだもので、2週間電気店でアルバイトして装置の製作に必要な電気技術を習得したとの供述であった。 犯行目的は母親にかけた総額37,500ドルの生命保険と不動産ビジネスで成功した彼女の莫大な財産であった。航空機爆破という手段を選んだのは事故を装い犯行の露見を避けるためであったが結局科学捜査により全容が解明された。コロラド州の裁判所は母親に対する殺人罪のみでグレアムに有罪を宣告し、 1957年1月11日、ガス室による死刑が執行された。保険金目的の航空機爆破事件は1949年のカナディアン航空機爆破事件をはじめいくつかあるが、目的を達成した例はほとんどない。ありがとうございます。